皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。1987年の本取材で笑顔6月19日体操の元五輪代表だった岡崎智子被告58が。 4月下旬に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されていたことが FNN などの報道によると物をなくしたと東京杉並区内の交番を訪れた岡崎被告の様子が不審だったため尿検査をしたところ覚醒剤反応が出たという岡崎被告はこの時夫婦は1年ほど前から注射していたとしようを認めているその後も逮捕が繰り返された デザイナーと離婚し、再婚した男性は、ガンで2001年に仮出所して、医療検査会社に就職するも、2回ほどの遅刻で、失職。知り合った男性の家政婦として働いたが、この人物も覚醒剤で逮捕された元受刑。2004年にはこの男性と二人で覚醒剤に手をつけ、再び逮捕。2005年10月8日の東京新聞によると、この時の裁判で、 自分の過去が相手にバレた時傷つかないような人間関係を選んでいましたと語り、方眼から覚醒剤と手を切れるかと聞かれると、子供たちの前で胸を張れる生き方をしたいと泣きながら答えていたという、通算14回目の逮捕は、オウム心理教の朝原昌光に次ぐ数字。今後、岡崎被告の逮捕回数が更新されないことを願う、ばかりである。 1995年以降、覚醒剤の使用や、所持などで繰り返し逮捕されており、今回で、通算14回目の逮捕、関連記事、起手を破った、アスカ、タシロ・マサシも白状しなかったのに、そんな岡崎被告は、かつて、和製、コマネチと呼ばれた、体操界のアイドルだ、中学3年生の時に、国際女子ジュニア大会でデビューし、1976年には15歳の、 若さで、モントリオール五輪代表に選ばれている。1979年、怪我で体操界を引退し、タレントに転身。テレビドラマに出演したこともある。しかし1981年、当時同棲していた元恋人から、婚約不履行で1000万円の医者料を請求されてこの時相手側から、忠実体験や、大麻疑惑を暴露され、大きなスキャンダルに、 1984年にはデザイナーと結婚し、間もなく妊娠9ヶ月ヌードを披露するたびたび世間を驚かせてきた。芸能界を引退し、二人の子供と共に幸せな家庭生活を送っているかと思いきや、やはり事件は起きていた。1990、当時住んでいた高級マンションの家賃1年半分、実に360万円を滞納していたことを本市がスクープ。 夫の前の会社の資金繰りのせいですと本紙に語っていた。そして1995年4月、大麻取締法違反で1回目の逮捕となった。逮捕翌日には、自宅が家宅捜査され、夫と共に逮捕。覚醒剤の反応も認められ、再逮捕されてしまった。